さ、佐賀が一気に。今のは全て幻覚だったのか。これで全てがはっきりしたぜ。いわばお前たちは兄弟揃って神になり損なったというわけだ。ジェネラルをことごとく攻め落とされ、眠っていたポセイドンも目覚めようとしている。お前の野望は今や風前の灯火よ。何？全て聞かせていただきました、シードラゴン。いや、ジェミニのカノンよ。あなたの野望も終わりですね。セイレン坊や、ライブラのクロスを。な、何をするつもりだ。もちろん最後に残った柱を破壊するのです。この戦いがポセイドン様の意志ではなく、あなたの企てだと分かった以上、全ては無意味だ。よく言った、セイレン。よせ、フェニックス。じゃあ、あとは任せろ。聞け、お前は先にポセイドン神殿へ行け。カノイ、お前にはまだ聞くことがある。アテナの壺はどこだ。何？ポセイドンを封印するにはもう一度アテナの壺に魂を閉じ込めるしかあるまい。さあ言え、カノン。アテナの壺はどこだ。